んにちは、こんばんは、ベンジャミン、ラブです。よろしくお願いします。今回は、教えゲーミング PC とは？ゲーミング PC とは、どのような PC なのか？子供に買ってあげる親御さんへ向けて、親切解説を見ていきましょう。はじめに結論、ゲーミング PC とは、基本的には、グラボ、グラフィックカード、または、グラフィックボード、または、GPU、を搭載していて、普通にゲームができる PC の名称です。ゲーミング PC ですので、当たり前ですが、ゲームができない PC はゲーミング PC ではありません。YouTube や Netflix などの動画の視聴ができても、ゲームができない PC なんてさらにありますので注意してください。2B ゲームは動くけど 3B ゲームが動かない PC もゲーミング PC ではありません。今時のゲームはそのほとんどが 3B 描写のゲームだからです。 3B ゲームが普通に動いて初めてゲーミング PC と呼べます。普通に動くとは、当ブログでは基本的に 30fps とさせてもらいます。本当は 60fps くらいあった方が良いのですが、とりあえずは初期設定で 30fps で動いていれば、そのゲームソフトの設定をいじればほとんどは普通に遊べますので、初めてのゲーミング PC って子なので敷居を下げさせてもらっています。長くなりましたが、ゲーミング PC とは普通に 3B 描写のゲームができる PC のことですって感じですね。ゲーミング PC を買ったつもりなのに、ゲームができなかったら笑えないよね。普通の電気屋さんで売っているメーカー PC を買っちゃったりさ、電気屋さんとかで売っている普通の PC って、ほぼほぼゲーミング PC じゃないからね。てこで、詳しく解説いたします。教えてゲーミング PC とは？ゲーミング PC とは、どのような PC なのか？子供に買ってあげる親御さんへ向けて、親切解説のポイント。ゲーミング PC とは、冒頭でも説明しましたが、ゲーミング PC とは普通に 3B 描写のゲームができる PC のことです。普通とは、当ブログでは 30fps 程度のことを言っています。ゲームにはいろいろな種類があり、描写が 2B や 3B のものがあります。2B ゲームは比較的低スペックの PC でも普通に動きますが、 3B ゲームになりますとゲーミング PC じゃないと普通に動かないことがあります。 3B ゲームが普通に動く PC となると、それなりに PC のスペックも上がるわけでして、ビジネス用の PC というわけにはいきません。ゲーミング PC が必要になってきます。ゲーミング PC は普通の電気屋さんにはあまり売っていません。いわゆるメーカー PC って言われるやつはゲーミング PC でない可能性が高いです。中にはハイエンドメーカー PC としてゲーミング PC を売っているものもありますが、メーカー PC のそのほとんどがゲーミング PC ではありませんので注意してください。デスクトップ PC、 ゲーミング PC のそのほとんどがデスクトップ PC です。もちろん、ノート型のゲーミング PC もありますが、お高いし、排熱がすごいです。お高いし、排熱がすごいので、おすすめしません。普通は、ゲーミング PC と言ったら、デスクトップ PC です。デスクトップ PC は、比較的安価ですし、排熱も抑えられるので、おすすめです。ゲーミング PC を買うのであれば、とりあえずは、デスクトップ PC 一度ですね。2代目のゲーミング PC なら、ノート PC もありなんじゃないですかね。グラボゲーミング PC とは何なのか？グラボの有無とその性能にかかっています。これが一番重要です。どんなグラボを搭載しているのか？これによって、ゲーミング PC なのか？ビジネス用 PC なのか？などが決まってきます。まず論外として、グラボ非搭載の PC。グラボ非搭載の PC はゲーミング PC ではありません。これは確実です。グラボを搭載して初めてゲーミング PC として承認できます。
そして、ここからが問題なんですが、どの程度のスペックのグラボからゲーミング PC として承認するべきかってことです。これがなかなか難しいです。人それぞれの価値観によって変わってくるからです。ゲーミング PC とは普通に 3B 描写のゲームができる PC のことです。普通とは、当ブログでは 30fps 程度のことを言っています。この部分が人それぞれだから難しいんです。私は比較的甘めに 30fps 出ていれば、ゲーミング PC として承認してもいいんじゃない?って思いますが、ガチのゲーマーさんとかなら、最低でも 140fps は欲しい、とか言ってきますからね。ま、普通は 60fps くらいは欲しいのかな?ですが、ゲームソフトの設定をいじれば、30fps くらい出ていれば、十分遊べるようにできますからね。この辺の価値観が人それぞれなので、ゲーミング PC の定義付けは難しいのです。で、どんなスペックのグラボを搭載していればいいのか?それはズバリ NVIDIA、GeForce、GTX、1650以上のスペックを有するグラボが搭載されていれば、ゲーミング PC として承認しますと定義する。NVIDIA、GeForce、GTX、1650って何?って思う、PC 初心者のあなたに説明します。NVIDIA メーカーの名前です。GeForce ブランド名 GTX 1650 品番です。総称して NVIDIA GeForce GTX 1650となります。基準は NVIDIA GeForce GTX 1650とさせていただきます。CPU ゲーミング PC に関して言えば CPU はグラボ GPUよりは大事じゃないですが、それなりのスペックの CPU が必要になります。ズバリインテル、コア、i3、10100F 以上とします。一応、インテル、コア、i3、10100F と定義付けしましたが、CPU に関しては、何でも言っちゃいいんですよね。ま、インテル、コア、i3、10100F 以上のスペックがあればゲーミング PC として承認できるでしょう。グラボの説明のように PC 初心者のあなたのために CPU も説明しましょう。インテル、コア、i3、10100F、インテルメーカー名です。コア、i3 シリーズ名です。10100F 品番です。末尾が F 付きのモデルは、映像出力のないモデルとなっておりますので、要グラボです。F 付きのモデルで、グラボが搭載されていない PC ですと、映像出力はされませんので、注意してください。逆に、コア、i3、10100号などのモデルの CPU は、映像出力もできる CPU ですので、グラボがなくても映像出力されます。だとしたら、グラボなしのコア、i3、10100号をゲーミング PC として使用したらいいんじゃない?と思いますが、コア、i3、10100号の内蔵グラフィック機能は非常に弱いです。動画視聴や 2B ゲームなどは快適にできますが、3B ゲームをやるとなるとかなり厳しいです。ゲーミング PC とは普通に 3B 描写のゲームができる PC のことと定義しているので、やはり CPU 内蔵グラフィックではゲーミング PC とは承認できません。CPU は、インテル、コア、i3、10100F 以上のスペックの CPU と定義しましょう。値段ゲーミング PC の値段ね。やはりこれもゲーミング PC というだけあって、それなりのスペックですので、そんなに安くはありません。だいたい8万円くらいからですね。中古やお買い得商品を見つければ、もっとお安いゲーミング PC もあるかもしれませんが、だいたいは8万円くらいはします。そんな値段感です。
ですので、3万円や5万円でゲーミング PC は買えないものと思って間違いありません。3万円や5万円で買えるゲーミング PC の時は、大体、グラボが未搭載の PC です。あんまり安い PC には気をつけてください。ゲーミング PC とは8万円くらいからです。教えてゲーミング PC とは？ゲーミング PC とはどのような PC なのか？子供に買ってあげる親御さんへ向けて親切解説のまとめ。ゲーミング PC とは普通に 3D 描写のゲームができる PC のことです。まとめますと、グラボが搭載されており、ある程度のスペックの CPU を有する、8万円くらいする PC ってことになります。グラボ NVIDIA GeForce GTX 1650以上ピンテル Core i311100F 以上、これがゲーミング PC ってことを当ブログでは定義します。ぜひともご参考にしてみてください。この定義は完全に私の主観です。PC にお詳しい方などは、スペックに対する云々はありますでしょうか。当記事では、あくまでも PC 初心者さんであろう、ゲーミング PC が欲しいお子さんも持つ親御さん向けに書いた記事ですので、それ相応のスペックのグラボと CPU を定義しました。ゲーミング PC という、何を定義にゲーミング PC と呼ぶのか？答えなき問いに答えようと思い、私なりにゲーミング PC を定義しました。何より、PC 初心者の方に、わかりやすく親切に思っとうに。それでは失礼します。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。